必要なレイヤーの数が揃ったところで、細かな切り分けや書き足し、塗り足しをしていきます。目に関しては表情によってかなり形状が変わる部分になるので、その分細かく切り分けてあげる必要があります。上まつげ、下まつげだけだと閉じた目やにっこりした目がうまく作れません。細かめにストローク単位で考えて分けていくと良いかなと思います。口に関して現状主線しかないのですが、口が開いたら当然歯や舌など口の中身が見えるはずですよね。なので口の中、舌、歯を描いてあげます。そのままだと口の中身が丸見えなので、肌色の覆いを用意してあげましょう。ライブ 2D のクリッピングマスク機能で隠すことも可能なのですが、口に関しては今回は肌色の覆いを作ります。頂点を追加すると、追加した頂点からグレーの線が伸び、自動的に頂点と頂点が接続されます。意図しない頂点がつながりそうな場合はエスケープキーを押すと線が解除されます。すでに配置した頂点はドラッグすることで位置を調整することができます。また頂点を削除したいときは、先ほど紹介した消しゴムツールのほか、ツール詳細の頂点とエッジの削除でも削除できますが、頂点の追加ツールの状態でもオルトキーを押しながら頂点をクリックすると削除できるので、そちらがおすすめです。メッシュは基本的に綺麗な正三角形を作るように心がけると、変形をする際も綺麗に変形ができます。細長い三角形を作ってしまうと変形がしづらい状態になってしまうので、綺麗な三角形を作るようにしてみてください。また頂点が多いほど細かな変形が可能になりますが、逆に形の調整の手間になったり負荷の原因になってしまうことがあります。なので多すぎず少なすぎずの適度な数にしておいた方がいいです。まずは左まつげ01と左二重を選択して、そのままシフトキーを押しながら垂直に下にガッと移動します。まつげの変形を行う際は変形パスツールが便利です。まつげを選択した状態で変形パスツールを選択、まつげに沿うようにパスをポチポチと打っていきます。パスを引けたら矢印ツールに戻してあげて、パスの点をつかむとこのようにまつげがついてきてくれます。だいたいこんな感じかなというふうに形を作りまして、細かな調整は頂点をいじって綺麗な閉じ目になるように調整していきます。メッシュの割り方が大きいと綺麗な形を作るのが難しいので、もし難しいと感じたらメッシュを割り直してみましょう。次に口の開閉を作ります。口のアートメッシュをすべて選択して、口開閉パラメーターにキーの2点追加でキーを作り、口変形で作ったそれぞれの閉じ口の開き口を作成していきます。変形パスを使う際、上の口と下の口でそれぞれこんな風に変形パスで囲んであげると、口の開閉でアートメッシュの変形がきれいにできるのでおすすめです。変形パスを使いながらキー値プラス1のところで口を開けた形を作っていきます。口の変形パラメーターのマイナス2、マイナス1、プラス1、それぞれの形状の開き口も見本を参考にしながら同じように作っていきます。マイナス1で左側、プラス1で右側に揺れるようデフォーマーを変形させます。片側を作った後、動きの反転を使っても OK です。その時毛先が揺れる感じにすると自然でいい感じになります。グルーを使うと重なった2つのアートメッシュの頂点同士をバインドさせ、自動で吸着させることができます。今回は胴と左右の肩、右肩と右袖をそれぞれ吸着させていきます。まずは重なった範囲の頂点は必要ないので一旦削除して、グルーで吸着させたい部分に新しく頂点を打っていきます。グルーで吸着させたい頂点を選択し、ツール詳細パレットのバインドかコントロールプラス G を押してバインドさせます。バインドした頂点同士は吸着されると頂点の色が変化します。
次に呼吸の動きを作ります。まず呼吸のワープデフォーマーを選択して、呼吸パラメーターにキーの2点追加でキーを打ち、プラス1の位置で息を吸い込むような感じになるようデフォーマーを変形します。全体的に上下するというよりは胸の部分に空気が入るようなイメージで変形しましょう。自然に呼吸をしているような動きにできたら呼吸の動きの完成です。